こんにちは、ゆっくり霊夢です。こんにちは、ゆっくり魔理沙だぜ。魔理沙、ラスト、侍って映画を見たことある？私は最近見たんだけど、めちゃくちゃ感動した。確かにあれは名作だぜ。明治維新後の19世紀の日本で、主人公のアメリカ人大尉を演じるトム・クルーズが、明治政府と敵対する反乱軍の長である渡辺謙たちと出会い、徐々に絆を深めて共に政府と対峙していくっていう話だよな。最後の方で政府軍側にも武士道精神が戻ってくるあたりが感動的だよ。まあ、だけど外国の人が鎧を着て武士として戦うなんて現実にはない話だよね。何を言っているんだ？ラスト、侍は実話を元にして作られているんだぜ。実際に日本で明治維新勢力との戦いに参加し、主導的な活躍をした外国人がいたんだ。本当なの？詳しく聞かせてよ。それなら今回のテーマは、実在したラスト、侍、ジュール、ブリュネだな。ジュール、ブリュネは、徳川幕府の精鋭部隊である。伝習隊を支援するために軍事顧問として来日していたが、政府軍に敗退。1868年10月に新しく設置された明治天皇によって、軍事顧問たちは日本からの撤退を命じられるが、ジュール、ブリュネと同胞の5人は、それを拒否して旧幕府軍、土方歳三たちと共に、戊辰戦争に挑んだんだぜ。おお、戊辰戦争にフランスの兵士が参加していたのか。どんな侍だったのか楽しみだよー。それではゆっくりしていってねー。映画の、ラスト、侍の主人公はアメリカ人だったけど、実際にはフランス人の軍人が日本に来ていたんだね。ハリウッド映画だからな。ジュール、ブリュネの話をアメリカ人という設定に変えて作り変えたようだぜ。この映画のモデルとなったジュール、ブリュネは、フランス東部出身で、両親は軍の獣医師をしていたんだ。17歳から陸軍士官学校で軍事教育を習い始め、23歳で優秀な成績を収めて卒業。その後はメキシコ出兵での活躍が認められ、24歳でナポレオン3世皇帝からレジオンドヌール勲章の十字架を授与されるなど、超エリート軍人として誰もが認める存在だったんだぜ。レジオンドヌール勲章といえば、フランスにものすごく貢献した人に贈られる賞のことだよね。24歳で受賞するなんてすごすぎ。当時、日本の幕府は外国の中でも特にフランスとの交流が強く、軍事や法律に関してフランスの形式を手本とすることが多かったんだ。そんな中、1866年の第二次徴収征伐に失敗したことを受けて、徳川幕府からフランスへ、軍の近代化指導の依頼が入り19人の軍事顧問団が派遣されることになった。その中には、当時28歳だったブリュネが最年少で抜擢され参加していたんだぜ。政府軍に対抗するために戦い方を教育しに日本に送られていたってことなんだね。ブリュネが生まれたのは1838年、フランス東部アルザス地方のベルフォールだ。この頃、日本は天保9年。同時年に誕生した著名人には、土佐三伯の一人であり政治家としても活躍した後藤象二郎、長州藩士で政治家の山形有朋、薩摩藩士で陸軍軍人である桐野俊明などがいるぜ。同じ年に生まれた人がわかると当時の日本の時代背景がよくわかるね。この時期の日本では1年前に大塩平八郎の乱、3年後には老中、水野忠邦が、幕府回復のための取り締まり強化である、天保の改革を起こしている。フランスでは1830年に7月革命があり、ルイ、フィリップが即位して産業革命が起こる。1838年にはメキシコに介入して華氏戦争を起こし勝利を収めているぜ。ブリュネが、レジオンドヌール勲章の十字架を授与したのもメキシコ出兵の活動だったよね。フランスは、1861年にも再びメキシコに出兵していて、その時にはブリュネも参加していたんだ。その直後に近衛砲兵連隊府、1864年には砲兵中尉に昇進したんだぜ。1854年3月、アメリカ合衆国と日米和親条約が結ばれたことで、日本は200年以上にわたって続いてきた鎖国に終止符を打ち、開国を始めることになる。当時のフランス大統領ナポレオン3世は、1858年に徳川幕府との間で不平等条約に帰仏修好通商条約を締結。これがきっかけとなりフランスは江戸幕府との関係を深めていくんだ。それで、ブリュネを含む軍事顧問団が日本に派遣されることになるんだね。ブリュネは、シャルル、シャノワーヌ参謀隊を隊長とする軍事顧問団の副隊長に選ばれ、フランス陸軍砲兵隊として1867年に日本に来日している。訓練の対象となった幕府伝習隊は総勢約3000名。隊員のほとんどが博打を生業とする博徒や火消しと呼ばれる消防隊。主に馬の世話をする馬蹄といった武士とは関係のないものばかりが集められていたんだぜ。戦いの訓練をするのなら経験者を集めた方がいいんじゃないの？
当時の武士の戦い方は刀や弓、騎馬隊を使ったものが主流だった。鉄砲は足軽が使うものという認識が強かったため、フランス式の鉄砲や大砲を使う戦い方を吸収させるには戦の経験が少ない方がいいと考えたようだぜ。ちなみに、伝習隊の隊長はフランス式の兵制を幕府に導入し、伝習隊を結成した隊長。大鳥圭介も医学や軍事学などの学問の教育者という肩書きを持っていたんだぜ。隊長も異色なんだね。伝習隊は歩兵、砲兵、騎兵など1年間の厳しい訓練を受け、幕府最強部隊と言われるまでに成長。ブリュネたち軍事顧問団と伝習隊との信頼関係も相当深いものになっていたんだ。そんな中、1868年1月2日に幕府の軍艦2隻が兵庫沖に停泊していた薩摩藩の軍艦を砲撃。これを皮切りとして、鳥羽、伏見の戦い、つまり戊辰戦争の序盤戦が始まることになるんだ。戊辰戦争は、鳥羽、伏見の戦いから始まって、函館戦争で終わる戦いだよね。この戦いで、薩摩藩、長州藩の新政府軍は約5000、幕府軍は1万、5000の兵を持っており、幕府軍の圧勝かと思われていたんだ。なのに、幕府軍は敗退してしまったんだぜ。訓練が終わった後に起こっていたら参加できていたかもしれないのに、軍事顧問団も伝習隊も相当悔しかっただろうね。ブリュネたちは、鳥羽、伏見の戦いの勃発を知って、伝習隊の主力を率いて参戦しようとしていたようだが、間に合わなかったんだ。軍事顧問団、伝習隊は新政府軍への徹底抗戦を主張する。だが、俗軍とされた徳川慶喜は江戸城を出て、上野の寛永寺に自らこもり、天皇への反抗意志がないことを示したんだぜ。あらら、完全降伏って感じだね。この結果を受けて軍事顧問団は本国フランスより、中立の立場を取るように命じられ、日本新政府軍からは国外退去を求められてしまうんだ。しかし、ブリュネは命令に背き、旧幕府と共に戦いに戦うため、激戦地の東北へ向かう決意をするんだぜ。1868年8月17日の夜、横浜の駐日イタリア公使館で、新築祝いの夜会が催されていた。そこには天皇政府の高官、各国公使館、領事館の公使、領事、陸海軍使館など多くの関係者が集められ、軍事顧問団のアンドレ、カズヌーブ、ブリュネら4人も招かれていたんだ。なぜなら、この会はフランスへ帰国する軍事顧問団の送別会でもあったからなんだ。送別会が終わったら、すぐにフランスに帰らないの。この日から約2ヶ月後の10月15日、28日に2隻の船に分乗して、日本を離れる手配がすでに済んでいたんだ。その前に余裕を持って送別会を設けようといった感じだったんだろうな。会のイベントには仮装舞踏会のような催しが用意されてあり、カズヌーブとブリュネはちょんまげには服、腰に刀という武士の仮装をして登場したんだ。二人はどちらも約180センチメートルの大男。それが手に手を取ってワルツを踊り出したのだから、会場は大盛り上がりだったんだぜ。あれ、結構楽しそう。カズヌーブが男性役のようにダンスをリードし、ブリュネがくるくると回るたびに、笑い声が響き、仮装舞踏会は大成功。二人は、まずは主催者であるイタリア公使、次に日本の観客の前に立って、武士のようにお辞儀をしてから、フランス公使ウトレイ、顧問団長者のワンヌの前に立ち、右手の手のひらを前面に見せるフランス式の敬礼を行った。会場のほとんどの人は気づかなかったが、この敬礼は別れの挨拶だったんだ。この後、二人は衣装のまま会場を抜け出した。派手な仮装や振る舞いは、誰にも気づかれずに会を脱出する作戦だったんだぜ。作戦だったんだ。二人は外で待っていた田島正親と合流し、品川沖に用意していた軍艦、海洋丸へ乗り込んだ。田島は16歳からフランス語学を学んでおり、幕府伝習隊の一員でもあったため、軍事顧問団一行の通訳兼生徒だったんだ。海洋丸で江戸から仙台に至る間に、軍事顧問団からホルタン、マルラン、カズヌーブ、ブッキエの4人、大島圭介率いる旧幕府正規軍、土方歳三を含む新選組の残党、将軍の警護のために設けられていた将棋隊などが次々に集い、一行は新政府軍への徹底抗戦のために、東北へと急いだんだぜ。おお、すごいメンツ。だけど、抜け出して戊辰戦争に参加するのは、フランス軍や天皇の命令に背くことになるんじゃないのかな？海洋丸に乗り込んだブリュネを含む軍事顧問団5人は、この後、上官者のワンヌに手紙を送って10月4日付で辞表を出しているんだ。その手紙にはナポレオン3世に宛てた文章も書かれていたそうだ。通常であれば、引き止めなければならない立場にあった者のワンヌだが、5人の意思を組んで戊辰戦争への参加を止めることはなかったそうだ。軍事顧問団やフランスの関係者に迷惑をかけないように軍を辞めたんだね。止めなかった者のワンヌ大佐も男気があってかっこいい。
ブリュネが向かったのは、鳥羽、伏見の戦いを皮切りに始まっていた。戊辰戦争の場だ。戊辰戦争は、旧幕府軍と新政府軍による日本統一戦争のことで、1868年から翌年にかけて行われた、鳥羽、伏見の戦いから、函館戦争までの日本各地で行われた一連の戦いのことを言うんだぜ。もう、この後は将軍が明治天皇に政権を返上しているから幕府は終わっていることになるんだよね。諸説あるが、一般的には1967年11月9日に、大政奉還によって政権返上が行われ、翌15日に天皇が許可した時点で幕府は終了していると言われているな。だが、ブリュネたちは、政権をまた幕府に戻すために戦おうとしているんだ。ここからの戊辰戦争は、ブリュネたち軍事顧問団や大鳥圭介を隊長とした伝習隊を所属とした。旧幕府軍と薩摩藩と長州藩を中心とした新政府軍の対立によって激しさを増していくんだ。戊辰戦争が起こった理由は主に3つあると言われているんだ。それぞれの理由について簡単に説明しておくぜ。了解だよ。まず1つ目は、大政奉還だ。1867年11月に第15代将軍徳川慶喜が政権を朝廷に返上し、明治天皇がそれを承認。これによって、正式に朝廷に政権が戻ることとなったんだ。だけど、ブリュネたちはまだ戦おうとしていたんだよね。政権が返上されたけど、もう一度幕府に戻る可能性はまだあったってことなの？慶喜は、直接朝廷側から倒幕の命令が出る前に先手を打って政権を返上したとも見られているんだ。その思惑として大政奉還が行われたことで、権力の強い徳川家が、実質的には新政府の中で政権を握り続けられると踏んでいたからだと考えられているんだ。実際、大政奉還後も朝廷側には政権を握るだけの実力がなく、慶喜政権は保たれたままになっていたんだぜ。幕府はなくなっても、徳川家が権力を持ったままだってわかっていたのか。しかし、その思惑はすぐに頓挫することになるんだ。2ヶ月も経たず、王政復古の大号令が行われたからなんだぜ。2つ目の理由である、王政復古の大号令は、大政奉還後も政権を掌握しようと目論む慶喜の考えに気づいた、西郷隆盛らによって行われた、クーデターなんだ。大政奉還後も慶喜政権が保たれていることを疑問視した。西郷隆盛、大久保利通、岩倉具視らが、1868年1月3日に明治天皇の名で、王政復古の大号令を発して慶喜を排除した新政府を作り上げた。大政奉還では完全に権力が戻らなかったから、王政復古の大号令で完全に天皇が中心だって、決定的に分からせようとしたんだろうね。幕府は正式に廃止され、朝廷の摂政官白も同時に廃止された。天皇を頂点として、有力な藩が共同で政治を行う方式に変わり、その夜には、戊戌会議で徳川慶喜内大臣の辞職と領地の一部返上が決定されたんだ。すべての政権を掌握し続けるという思惑はあえなく失敗した。王政復古の大号令による慶喜への風当たりの強さを目の当たりにした大名たちはひどく動揺し、慶喜を擁護し始めるんだ。処分をもっと軽くするべきだという意見も出始め、年末に慶喜は義弟として新政府に戻されることがほぼ確定した。しかし、それを知った西郷隆盛は、危機感を感じ最終手段を打ち出すことになる。それが三つ目の理由、薩摩藩邸の焼き討ち事件へ繋がるんだ。薩摩藩の西郷隆盛の最終手段のせいで、薩摩藩邸が燃やされちゃったの？帰り討ちにあっちゃったのかな？西郷の最終手段は、薩摩藩士たちに、江戸市中取締の省内藩新町組の頓所を襲わせ旧幕府たちを挑発するというものだったんだ。強盗、略奪、放火といった乱暴な行為でも何でもあり、この挑発で使用人が一人殺されている。幕府廃止、慶喜の排除をされた後にこの仕打ちをされた旧幕府たちの怒りは頂点に達し、報復として江戸にある薩摩屋敷を攻撃してしまったんだぜ。うわぁ、西郷隆盛の思惑通りだよ。この事件が起きたのが、王政復古の大号令が出された約2週間後の1868年1月19日、旧幕府は、江戸の薩摩藩邸を焼き討ちし、112人の老子を拘束した。この事件は、新政府側で大いに問題となって、旧幕府軍と新政府軍が衝突、両者の戦いが加熱していくことになるんだ。ここからは、戊辰戦争中の経緯を主要な出来事5つを元に解説していくぜ。1868年1月19日に起こった、薩摩藩邸の焼き討ち事件がきっかけで、鳥羽、伏見の戦いから戊辰戦争が開始されるんだよね。その後は、江戸城無血開城、東北戦争、会津戦争、函館戦争と続いていく。王政復古の大号令の後から大阪城に移っていた慶喜は、
薩摩藩邸の焼き打ち事件が薩摩藩の挑発によるものだと感づき、旧幕府をなだめようとしたんだ。しかし、どうすることもできなかった。結果、朝廷に薩摩藩の罪状を訴える上奏を提出した上で、会津藩や桑名藩などを含んだ旧幕府方を京都へ出兵。そして、兵庫期に止められていた薩摩藩の軍艦を砲撃。この攻撃が戊辰戦争を呼び飛ば、伏見の戦いの皮切りとなったんだ。気のせいかな？慶喜はちょっと迷惑そうだね。旧幕府方を京都へ送ったことで新政府に戻る予定が白紙になったからな。慶喜としては、挑発に乗って欲しくなかったというところはあると思うぜ。しかも、この後、鳥羽、伏見の戦いで旧幕府軍が苦戦していることがわかると、早々に大阪城を出て江戸へ戻っているんだ。この時、慶喜がどういう考えだったのかについては諸説あるが、水戸徳川家に代々伝わる。朝廷と幕府にもし争いが起きた場合、幕府に背いても朝廷に弓を引いてはならない。という家訓を守ろうとしたというのが最も有力なようだぜ。それを聞いたら旧幕府軍はがっかりしていただろうね。軍の頂点のはずの征夷大将軍がフラフラして頼りになってないよ。そして、旧幕府方は1万5000、新政府軍は5000と兵力に大差がありながら旧幕府軍は敗退。新政府軍の圧勝で鳥羽、伏見の戦いは幕を閉じたんだ。江戸へ到着した慶喜は2月12日には、江戸城を出て上野の寛永寺にこもり、大政奉還の際と同様に明治天皇に反抗する意思がないことを示したんだ。また？困ったら寛永寺だね。その後、慶喜は勝海舟を17日に海軍奉行並み、続いて23日に徳川家の家職である陸軍総裁に、2月25日に陸軍取扱いに任命し、海舟は朝廷との交渉を行う役割を任されることになるんだ。勝海舟は、剣術の達人な上に蘭学の塾を開いていたほど頭が良かったんだよね。交渉役にぴったりだよ。一方、新政府軍は有栖川宮樽人親王を大総督とした統制軍を作り、東海道軍、東山道軍、北陸道軍の3軍に分かれて江戸へ向けて進軍し始めていたんだ。旧幕府軍側に参加していた近藤勇ら新選組は、甲陽鎮部隊と名を改めて甲府進軍の阻止を試みたが失敗。板垣大輔率いる人将隊に敗退してしまう。そして新政府軍は駿府近くまで進軍し、それを知った海舟は、早期停戦と江戸城の無血解除を朝廷に願い出るんだぜ。江戸って今の東京だもんね。あとすぐで到着しちゃうよ。新政府軍は3月15日に江戸城に総攻撃を仕掛ける計画を立てていたが、イギリス公使からは貿易に悪影響があると中止を求められていたんだ。そこに海舟からの早期停戦、江戸城無血解除の依頼を受け、江戸城は解除され有栖川宮樽人親王が入城。こうして江戸城は新政府の支配下となったんだ。江戸城は解除したものの、旧幕府軍の残党は新政府軍討伐の熱を失っていなかった。4月12日には大鳥慶介率いる伝習隊一行は約2000の部隊を連れて日光を目指し、下総国市川まで到達していた。4月19日には宇都宮で旧幕府軍と新政府軍勢力が激突し、一時的に宇都宮城の占領に成功したんだ。伝習隊ってことはブリュネたちもいたのかな？旧幕府軍はここまで負け続きだったのにさすがだよ。この戦いは、宇都宮城の戦いと呼ばれている。貢献は見られたものの、宇都宮城を奪還され退却。そのまま予定通りに日光を目指すことになったんだ。その頃、鳥羽、伏見の戦いによって、朝敵と認定されていた会津藩及び桑名藩を討伐する目的で作られた。大内鎮部総督府と新政府軍が仙台に到着していたんだ。また江戸薩摩藩邸の焼き打ち事件の討伐を担当した庄内藩も、いずれ朝敵とされ報復されるのではないかと危機感を抱いていたんだ。庄内藩は山形県あたりを本拠地にしていた藩だよね。会津藩は福島西部と新潟、栃木の一部を含む藩で、庄内藩と同様に東北地方を拠点としていたんだ。庄内藩は朝廷に使者を派遣し、朝敵扱いがなされないように願い出たが、慶喜または会津藩への攻撃に参加するように命令されたため拒否。会津藩も朝廷に従うことを表明したが、武装は解かず、謝罪も行わなかったため、どちらも朝敵としての扱いは解除されなかったんだ。庄内藩も会津藩も朝廷と戦う気はないけど、言うことを聞く気はないって感じだね。これを敵対姿勢と見た新政府側は庄内藩及び会津藩の討伐を決定し、会津藩と庄内藩は海省同盟を結成して結託。その討伐を命令されていた仙台藩が会津藩を説得するなど動きが見られていたが、4月19日に旧幕府軍が宇都宮城を一時占領したという報告が入ると、仙台藩内に反新政府軍の意見が増え始める。そこで仙台藩は、会津藩、庄内藩への赦免の嘆願書を朝廷へ提出。この要求が受け入れられない場合は、新政府との敵対を心に決めていたが、朝廷は却下。
海省同盟に仙台藩を含む、陸奥の国、出羽国の諸藩が加わった。阪神政府地方政権、奥羽越列藩同盟が誕生することになったんだ。これは強そうだよ。この同盟は25の藩で結ばれていたが、北越同盟6藩も参加し計31で構成されることになったんだ。しかし、各藩それぞれが検討するも新政府軍に押され同盟は敗走し、戦いは会津へと移っていくんだ。8月21日、新政府は奥羽越列藩同盟の残党を追う形で会津に進軍し、会津戦争が勃発した。会津にはすでに旧幕府軍の防衛隊が置かれていたが、相手の兵力の多さから進軍を許してしまった。会津藩と旧幕府型残党勢力は若松城に籠城。その間も会津藩の有力部隊である白虎隊が防衛していたが、もはや戦えないと悟り集団自決を行ってしまう。9月4日には米沢藩が新政府に降伏し、仙台藩に降伏勧告を行ったことで仙台藩も降伏。その後、22日に会津藩、24日に庄内藩も降伏することとなった。うわぁ、強そうだったのに。31の藩で作られた奥羽越列藩同盟が負けちゃったよ。実は、8月20日にはブリュネや大鳥圭介たちにも仙台藩から応援の依頼が入っていて、旧幕府軍の主力である榎本武明、一行と共に、総勢2000が4艘の戦艦に分かれて向かっているところだったんだ。しかし、悪天候の影響で到着する前に東北戦争は終わってしまった。会津戦争は、新政府軍の圧勝。同時に東北戦争も終わりを告げたんだ。嘘？ 2000 人も応援に来ていたの？間に合ったらもしかしたら勝っていたのかも。運がなかったとしか言いようがないな。そして、部隊は最後の場所である蝦夷に移るんだ。一方、ブリュネや伝習隊、榎本武明旧幕府軍は10月12日に軍艦で蝦夷地へ出発。この時、旧新選組や仙台藩の洋式部隊学兵隊も同行している。10月21日に函館の北、内浦湾に到着。この時、旧幕府軍には約3000の兵力があったそうだ。新政府軍は函館府を設立して、函館府軍としてブリュネたちを迎え撃ったんだ。どうなるのかな？ワクワクするよ。旧幕府軍は2手に分かれて進軍。そこに函館府軍は奇襲攻撃を仕掛けたんだ。しかし、旧幕府軍はこれを撃破し、五稜郭へ入城。ここから中立を取っていた松前藩が函館府軍に加担するんだ。そして、数時間で海上を余儀なくされ、新政府軍の蝦夷上陸を許してしまうんだ。新政府軍もやっぱり強いね。しかし、11月22日に松前藩の残党が降参して、旧幕府軍が蝦夷を平定。12月5日に蝦夷共和国を設立するんだ。北海道で国を作ったってこと？北海道の地に防衛のための開拓地を作ったという名目で新しい政府を作ろうとしたんだ。しかし、朝廷に嘆願書を提出するが拒否。翌年の3月26日には新政府軍が青森に攻めてくることになるが、ブリュレたちは蝦夷共和国を設立した時点では、軍事力不足となっている新政府軍には蝦夷奪還は不可能だと甘い見解を抱いていたようだ。3ヶ月後に攻めてくるってことは、兵力を貯めて回復してから来ちゃうんじゃないかな？4月16日には函館の南側にある江差に約3000人の兵を引き連れて上陸している。江差が奪還され旧幕府軍は松前城を放棄して、尻打ちまで追いやられることになるんだ。伝習隊や旧新選組も加わり応戦するが新政軍の数に押され結局、函館へ敗走せざるを得なくなるんだぜ。どんどん押されているよ。ついに函館への総攻撃が始まると察した榎本は、ここまで共に戦っていたブリュネら軍事顧問団4人に離脱と脱出をするように進め、ブリュネたちは団長の思いではあったものの、それを飲んでいるんだ。ここで、ブリュネたちが戦死するなどということがあれば、日本とフランスとの国際的な問題ともなりかねないという榎本の考えを読み取ったからだ。どうせなら最後まで戦いたかっただろうね。ブリュレたちは避難した船で横浜へ向かう途中、フランス当局に逮捕され、本国へ送還されている。その時、ブリュレは吉信の担当、松前藩の F のたち、無名の粗雑なたちを持ち帰ったと言われている。そして、5月11日の夜明け頃、新政府軍4000名が総攻撃を開始。旧幕府軍は応戦するが叶わず、戦闘継続不可能と判断した榎本が新政府軍の降伏勧告に同意。戊辰戦争は終結したんだ。この最後の戦いで旧新選組の土方歳三は狙撃され命を落としている。降伏した旧幕府軍は、幹部の榎本武明、大鳥圭介など7名が、牢獄に投獄されたが、1872年には釈放されている。将兵たちも、一旦函館の寺院島に収容された後、弘前藩などに預けられていたが、ほとんどが翌年に釈放されている。明治5年ってことは3年くらいしか投獄されていなかったんだね。厳罰を求める声も多かったが、
後に第2代内閣総理大臣となる黒田清隆などが反発したため、なんとか一命を取り留めたようだな。フランスへ送還されたブリュネら4人は裁判で断罪される予定だったが、フランス軍籍を離脱の際に書いた手紙が新聞に掲載されると、多くの市民の共感を呼んで一躍英雄となり、フランス軍に復帰できることになったぜ。おお、よかった。フランスの人たちから見ても勇敢な行いだったって分かってもらえたんだね。ブリュネは、1869年10月15日のフランス陸軍省調査委員会によって予備役とされたが、1870年に仏戦争で現役に復帰、一等隊員として中央ストリア、ウィーン大使館付きの武官補佐官となっている。セダンの戦いで、プロイセン軍に包囲されたフランス軍はナポレオン3世を含めて全軍が降伏し、ブリュネも捕虜となったが、間もなくフランス政府が講和を結んだため、釈放されてパリ、コミューン鎮圧に参加し、少将に昇進している。やっぱり、すごい才能を持っているんだね。戦場に戻った途端にどんどん出世しているよ。1889年には、第48歩兵旅団長を務め、1898年には戦争将となっていたシャノワーヌの下で、フランス陸軍参謀総長に就くほどの地位にまで上り詰めているぜ。日本との関係は戊辰戦争終了で終わったわけではなく、日清戦争では、日本軍の上陸を支援し、1895年に日本政府から、軍に当局実重光賞を授与されているんだ。軍に当局実重光賞は、当時の政府が外国人に授与する勲章の中で最高位なんだぜ。そうなの？てっきり日本政府から嫌われちゃってるのかと思っていたよ。なんとこの時には、共に戊辰戦争を戦った榎本武明が閣僚にまで出世していたんだ。賞の贈呈を推奨したのは榎本本人だったんだぜ。旧幕府軍として戦っていた時の友情は残ったままだったんだね。感動だよー。榎本によって明治政府に雇われたフランス人もいたと言われているんだ。また、かつてフランス軍事顧問団のトップであったシャノワーヌは、内閣の政府高官としてブリュネを招き入れ、師団長にまで昇進させているんだ。シャノワーヌに背を向けて戦場に向かったとは言っても、シャノワーヌは真からブリュネの才能や信念を認めていたということなんだろうな。ブリュネの周りにはいい人ばっかりだよね。ブリュネがまっすぐで魅力的な人物だったからだと思うよ。そういえば、ブリュネは北海道から離れる時に3つの日本刀を持ち帰ったって言っていたよね。よっぽど大事なものだったのかな？ブリュネが持ち帰ったのは、吉野部の短刀、松前藩の F の太刀、無名の粗雑な太刀の三振りだ。中でも、吉野部の短刀は、大君の刀と呼ばれるもので、吉野部から授けられたのだと言われているんだぜ。刀をもらうなんてかなり気に入られていたんだね。ただ、一つ疑問に残るのは、ブリュネは一体いつ吉野部から刀を譲り受けたのかということなんだ。ブリュネが吉野部に会っているのは2回のみ。一度目は1867年3月27日に開かれた私信謁見で、二度目は翌年1月15日に開かれた大老城の場だ。どちらも江戸城で開かれているぜ。そのどちらかで刀をもらっているはずなんだね。一つ目の謁見とはお披露目会のようなもので、来日して3ヶ月経った頃に開かれている。ブリュネは画家として多くの絵画を残しているほど、絵の才能にも長けていて、その腕を見込んだ吉野部はブリュネに自分の姿を描かせたと言われている。ということは、絵の出来が良くてご褒美にもらったのかな？その可能性もあるだろうな。この時、ブリュネだけでなく軍事顧問団の団長シャノワンヌにも刀が渡されたようなんだ。それなら間違いなさそうだね。また、もう一つのタイミングは、1868年1月15日に、同じ江戸城で開かれた大老城の場だ。老城とは今でいう会議や裁判のようなもので、大老城は特に重要な人物たちを集めて方針を決める大事な話し合いの場だったんだ。そこにブリュネたちも出席していたようだが、刀を贈呈する場としてはふさわしくないと言わざるを得ない。以上から、大君の刀は1867年の私信謁見で吉野部から授けられたものだと考えられるぜ。ブリュネが持ち帰った刀には、松前藩の F の太刀もある。これは、天皇を守備するときに藩主が腰に刺す刀なんだ。つまり、戊辰戦争の後半に土方率いる旧幕府軍が松前藩を落城させた際に、戦利品として持ち帰ったものだと推測できるんだぜ。土方歳三が持っていたものなの？じゃあ、これは土方から送られたものなのかな？松前藩は、東北戦争の時点では奥羽越列藩同盟に参加していたが、その後は新政府側に寝返っている。そして、旧幕府軍と戦うが敗退し、江戸は平定。1968年12月に江戸共和国が設立されている。この辺りで、松前藩の F の太刀が戦利品として持ち出され、土
土方が戦死したと伝えられた1869年5月11日までにブリュネに手渡された可能性が高いぜ。ブリュネたちが函館を離れたのはいつだったかな？5月2日だ。ブリュネたちは、まさに新政府軍約3000人が函館に総攻撃を仕掛けようとした寸前で脱出しているんだ。土方からブリュネに渡った正確な日時を特定するのは難しいが、ブリュネが函館を出る前に選別として授けたというのが最もしっくりくるんじゃないかと思うぜ。土方の方も生きるか死ぬかの戦いに向かう前だもんね。あとは、三つ目の太刀だな。これは特に高価なものでも有名な刀鍛冶によって作られたものでもないんだ。それなのに、なぜかブリュネは何の変哲のない刀をフランスまで持ち帰っているんだ。何か思い入れのあるものなのかな。ここで思い出してもらいたいのが、ブリュネとカズヌーブが夜会を抜け出した時の衣装なんだ。あの時、二人は武士のような仮装をして腰に刀を携えていたんだぜ。あ、まさかあの時の刀なの？仮装に使っただけのただの小道具だったが、ブリュネにとっては一世一代の決意をした時の大事な記念だったんだ。だから、甲斐の脱走に成功した後も大事に持ち続け、母国フランスでも、慶喜の担当、松前藩の F のたちと一緒に保管していたんだぜ。ブリュネにとっては、慶喜の担当、松前藩の F のたちと同じくらい、日本での生活や戦いを思い出す宝物だったんだろうね。今回は、実在したラスト、侍、ジュール、ブリュネを解説したぜ。私はすっかりブリュネのファンになったよ。最終的にはブリュネたち旧幕府軍は新政府軍に敗退してしまう。しかし、だからといってブリュネや旧幕府軍たちの決意が無駄だったわけではないんだ。一年半にも及ぶ戊辰戦争の戦いは、その後の明治時代を築くための大事な歴史の一部だったんだ。慣れない日本でこんなに奮闘してくれたブリュネたちには感謝しかないよね。次にラスト、侍を見るときには、ブリュネや伝習隊、新選組たちの活躍を思い浮かべながら見てみようと思うよ。主人公役のトム、クルーズはブリュネがモデルだと言われているが、不平士族の領袖である勝元は西郷隆盛がモデルだとも言われているんだ。その辺を比べながら見てみるのも面白いと思うぜ。この動画が面白かったらチャンネル登録とグッドボタンをポチしてくれたらテンション上がります。よろしくお願いいたします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。